最終的にはどんな人がいいですかって聞かれたら、こうずるいかもしれませんけど、会社を好きになってくれる人、うん、やっぱ会社精神というのはね、はい、かなりの部分をカバーしてくれるんですよ、はい、うん、だからやっぱり会社を好きになってくれる人が入ってくれると嬉しいなと思いますね。でもその愛社精神を持たせるために、先ほどおっしゃってたような本当にたくさんのチャンスを与えてっていう、その人で見るっていうことをずっとやり続けられるわけですね。そうですね、はい、うん、ちなみに社長から見たその御社の社風、はい、何か一言で言うとどんな感じですか。まあ、おっとりしてると思いますね。ただ多分ですね、はい、まとまりはあると思います、はい、皆さん団結力がある多分あると思います。でそれを絶えずでも刺激しとかないといけないですよね。これからのそのまた10年、まあ、いわゆる100年目の会社作りというのに向けて、これからやっていかれる中で、これは絶対外せないみたいなものってありますか。採用に関して言うとですね、はい、できるだけ同じ人数を長く取るということが重要だと思います、はい、これはやっぱりいい時も悪い時もあります。ただ悪い時に取らないよりは、例えばいい時にたくさん取って悪い時に取らないよりはですね、はい、絶えず同じだけ取ると、うん、ですからいい時でもずっとですね、採用数あんまり変わってないんです、うん、でそういう点で言うと、もうそれは変えないと。今大体どのぐらい取られてるんですかね。十数名です。それは新卒。新卒です。で、で、うん、中途も取ります、はい、中途はやっぱりその同じような業界って言っても、同じような業界ってもあまりこういわゆる業界の中であまり業界にはこだわらないです。技術者で云々というよりはだけじゃないです、うん、はい、なるほど、はい、旅行会社から来たのもいます。あ、そうなんですか、はい、それすごいですね、はい、そういう、まあ、いろんなジャンル、ただかなり若い時に来てますけどね。なるほど。20代で来て、で今の管理本部長は役員ですけど、はい、旅行会社にいました。あ、そうなんですね、あと、うん、だ役員でいうとそう2人ぐらい、そうですね、うん、まあ、考えてみたら私も違う会社から来てます。あ、そうですね確かに、ね、そういう点で言うと、はい、あととにかくものづくりをね、しっかりしていくということ、これが重要じゃないかなと思いますね。結構ものづくりって奥が深いなって思うんですよね、はい、で私どもまだまだの、実を言うともう恥ずかしいですけど、本当にまだまだの部分がたくさんあって、でそこを一つずつ直していくというところに楽しみがある、うん、ですから一般的にですね、さっき言ったその10年後どうしてますかっていうような話、もちろんこれはこれで、作っていくんですけれども、はい、これ絵に描いた餅はいらないって私いつも思ってるんです、はい、ですからよく中継っていうのは昔もやってました。でこれ数字から入っちゃうんですよねこれぐらいまで伸ばしたいと、数字から入って後追いでですね、何やろうみたいな、何の意味にもならないんですね、はい、で私が今やってるのは変な話ですけど、問題点というか課題がいろんなところにあるんです、はい、その課題を、つまみ上げて、でそれをその私も入って、で、今ですと何テーマかな、4テーマか5テーマありますけど、はい、それを改善していく、直していくっていうのが中継なんです。それ直すとどうなるかっていうと、売上が増えるんじゃなくて利益が増える。ああ、なるほど、うん、ええ、確かに、まあ、売上ももちろんそうかもしれません、まあ、可能性はありますけど、ね、まずはそうですよね、ええ、無駄を省いてマイナスの部分をなくすとか、はい、あと例えば原価率が悪いものを良くするとか、そういう当たり前のことを当たり前にその中継としてやってるんです、はい、でつまりどういうことかというと、はい、ちゃんとコミットメントしてやるということの方が重要じゃないかな。これ例えば号令だけかけてもなかなかうまくいかない、でもその中に入ってここまでこうしましたああしましたというのを3ヶ月おきぐらいに、ずっと説明聞いて、こっちでも言いたいことを言う、うん、そうすると向こうも気合い入ってやりますよね、はい、といつの間にか良くなってるっていう、うん、でこれが例えば絵に描いたものばかり見せつけられてもですね、結果が出るのは何年後みたいな話、うん、確かに、うん、それはあんまり意味がないですよね。ですただそれはあくまでもそれのやり方で、これから実を言うとちょっとプラスアルファ将来の夢的なものも中に入れるんですけど、はい、これはつまりマイナス面を、
マイナスからプラスに引き上げるだけじゃなくて、はい、ゼロをプラスにしていくようなものもですね、うん、ちょっと考えていきたいなと。うん